い、こんにちは。日本改革党くつざわです。ゆきお様、ご支援ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。メール等に登録もよろしくお願いします。動画説明欄もっと見るからご登録ください。今日はですね、チャンネルさくらさんの新宿アルタ米外線に参加してまいりました。お題はですね、打倒石破政権あれです、移民問題とかそんなやつ、ろくでもない自民党がですね、高市総裁で少しはマシになるかと思ったのに残念だったと訴えてまいりました。後ほど動画も上げますんで、そちらの方もご覧ください。石破政権はですね、岸田路線を踏襲すると珍しく明言してましたけれども、総理の所信表明演説あったみたいですね。岸田路線って不人気で岸田引退になったんですよね。それの不人気路線を踏襲するってバカなんじゃないかと、自ら人気になるつもりはないって言ってるようなもんでバカなんじゃないかと。だって岸田は岸田のやりたいことですから、人気落ちて引退っていうか引きずり下ろされたんでしょ。バカが権力持ってる恐怖を感じますよね。6月1日改正入管法施行、6月から9月末の送還状況、送還のお知らせ届いたなんて動画も上げましたけれども、強制送還は235人、退去命令を受け素直に帰ったのが2121人、そうすると2356人に退去命令出たのか、そのうち235人がそれを無視してと捕まって強制送還されたのか、昨年中に難民申請したクルド人2400人、そんなに、そんなに難民、本当に乗っ取る勢いですね、日本ね。のうち 31% はすでに帰国、800人ぐらい、 15% が強制送還手続き中だそうであります。残りは何なんだ、審査中とかそんなのか。子供が強制送還されるかわいそうってテレビ新聞が大騒ぎしないから、ちゃんとやってんのかなって思ってましたけれども、疑ってましたけれども、ちゃんとやってるようで一安心であります。世論です。送還増加よし、ええこっちゃ、野党の妨害に負けずにようやった、入管の予算と人員の増加が必要と思います。自発的出国ってただの規制では、自発的出国って全く難民じゃねえ本当だ。結構なことじゃない、 1ミリも同情してはならない。クルド人、またクルド、改正で再入国不可になったから諦めろ。退去命令が出たやつは入管に指紋と顔写真取られるから再来日できないと。この情報ではてなって思ったのがですね、昨年の難民申請者のデータしかないんですけれども、日本に何年もしがみついてて、挙句に子供まで産んで学校に通わしてる昨年以前に難民申請したベテラン難民申請者はどうなってんのかな、そいつらの状況はどうなってんのかな。昨年申請者の 15% が強制送還手続き中とあったが、難民申請2回までって、なってましにしたんですけれども、最長4年間居座れる、1回の審査に2年ぐらいかかるから、最長4年間居座れるって話はどうなったんですかね。昨年難民申請したやつもう2回審査済ましたとか、法改正が必要ないとこで審査期間の大幅短縮でも頑張ったんでしょうかね。審査期間3ヶ月でとか、教えてください、知ってる人。退去命令が出たやつは再入国できない、永遠でないとこがまだまだ物足りないんですけれども、退去令で、素直に帰ったイコール1年経てば再入国できます、現状ね。素直に帰らず捕まって強制送還されたやつでも5年経てば再入国できます。入管はですね、自発的に帰れば1年後また来れるって甘い言葉でですね返してるみたいなんですけれども、まあと捕まえて送還するのも手間だしね、捕まって強制送還されるようなやつは5年と言わず永久追放でいいんだけどね。だって捕まって強制送還される退去命令を無視してるやつ、日本にしがみつきたいやつ、これ捕まったからいいけどさ、逃げられて不法滞在者
地下に潜伏されたらどうすんだって話でね。こういうやつはまた繰り返すんだから永久追放でいいじゃないですか。入管さんもですね、素直に帰れば1年、強情なら永久追放。こっちの方が自分から帰んじゃないの？と捕まえて飛行機乗せてなんて手間かけなくてもね。というわけで、ちゃんと送還しているなって話でした。アベマプライムに小宮山勇気川口市長秘書が出演。外国人を追い出した町の記憶にしたくない。ひろゆき、合法滞在者のためにも不法滞在者は強制送還をと。世論です。町の記憶って何？頭おかしい。町の記憶より住んでる日本人を優先しろよ。外国人に日本人が追い出された町になってんだが、だったらお前が面倒見ろ。だから毎月1000人もの日本人が逃げ出してんじゃねえか。日本人を追い出した町の記憶にはなってもいいと思ってるのか。種まいたのお前らだろうと。メール党員懇親会で川口市民の女性からですね、コンビニで外国人に付きまとわれた、数人たむろしてて自転車の荷台をつかまれ怖かったと聞いています。こいつがいい格好をした代償がこれ。奥の木市長は今期で引退で、後継にこの秘書が出るって噂なんですよ。なのでこいつが当選してしまったらですね、外国人に優しい街づくりの奥の木路線踏襲されてしまいますね。小宮山ね、名前覚えたかな、小宮山勇気ね、川口市民の皆さんよろしくお願いいたします。知り合いの議員がですね、小宮山さんよろしくなんて言ってきても、こんな寝言言ってるやつ当選させちゃダメですよね。市長と周辺がですね、外国人に配慮できる、俺は良い人と、いい人ぶりたい欲求を優先させた結果、毎月1000人の日本人が逃げ出す街に、日本人が逃げ出す街の記憶ならいいのかな、このバードもはな。最悪はいつも、俺らが言う綺麗事をお前らが実現させる。綺麗事言うだけ言っておいて責任は絶対取らないですけどね。石破政権に痛恨の事実発覚。石破派パーティーに収支に80万円の不記載見つかってしまいましたね。これで他の不記載議員を強く責めることできなくなりましたね。あんただってやってんじゃんと。世論です。裏金総理爆誕。こいつもそっち側なんて草。石破信者の信仰理由を全て潰されて草。いただき総理、この内閣めちゃくちゃで草。なんでバレないと思ってたんだ。誰かさんがリークしたんやろか。麻生さんが爆笑してそう。毎日なんかしら出てくんの草。もしかして自民の議員こんなしかいないの？こんなんで選挙やって勝てるんか？今まで散々味方を後ろから打ってきたつけやな。80万円か。石破の息の根止めには十分な額じゃなくて残念ですね。4000万以上の3人が有罪、刑事罰になってますけども、3600万円の2回俊博は助かってるのね。それにこの不記載はいつもだったんだって思ったんですけど、2019年から2021年だって、まだ時効のうちですね。石破が何かでずっこける。これは失脚でも、健康を害してでもいいですけれども、総裁を辞職する総裁選やり直しで高市さんが選ばれるってシナリオが日本と我々にとって一番いいような。選挙で自民党あんまり大敗されてもね、立憲が政権与党になっちゃったんですよ。目も当てらんねえから、令和の大石昭子の収支にもですね、たった1年で450万円も不記載が発見されて、私は裏金議員じゃないって発表してましたけれども、杉田水脈さん、不記載を裏金と呼び始めたのはそっちでしょ。冷静にバカを追い詰めてました。不記載イコール裏金ならば大石のも全くの裏金なんですけれども、無根拠にですね、そうじゃないって言い張ってる大石の知能に疑義があります。もらった金を帳簿につけずに行方不明にした。民間企業がやったら、絶対税務署許してくんないですけどね。時効は5年だが、5年前まで遡って修正できる。で、いかなるデタラメ収支報告でも絶対に有罪にならないって法律にしたのどこですか？自民党でしょ。自分らにお手盛りっていうんですか、すごいいい法律作ってさ。マイナカード保険証一本化はやはり不正利用させない目的だった。郵送したのは高市さんだけ。石破も茂木も小泉も河野もやってたのに、テレビで大嘘ついて訂正謝罪もしていない平将明新デジタル大臣。長いな肩書きが。
紙の保険証は顔写真も IC チップもない。これほど悪用されやすい制度はない。悪意ある者にとってこれほど付け入る隙のある制度はない。不正利用による被害は年間1000億円以上って推定されてるから、これは必要ですね。なので反対する連中は不正利用側の人間ってことになりますね。世論です。こう言われたら反論できないよな。これはまあその通り、今までどれだけ悪用されてたの。マイナーは偽造できるのでは、読み取り装置はごまかせない。必死に反対してる連中は不正利用できなくなるのが困るからなんだよね。実際に貸し借りしてる輩がいるもんな。こういう本質的なところに触れずに高齢者の不満ばかりを放送するメディアの悪意に騙されないでほしいよ。犯罪者にマイナカード聞きすぎ。保険証貸し借りしている人はめちゃくちゃ反対してそうね。あと複数の病院もあって売るための薬をゲットしてるやつらとかな。じいちゃんは90だがむしろ便利になったと喜んでいると、河野太郎、不正利用防止のためです。年間1000億円以上の被害が出てます。こう言えばあんなにご利用しだのなんだって叩かれなかったのね。大臣なのにあの一般人を訴えちゃったようなバカだから思いつかなかったんですかね。関白摂政は官位1位、左右大臣、左大臣、右大臣は官位2位 の、 あの貴族が務めておりました。役職のない2位は大納言っていう名前ですね。水戸黄門は水戸中納言の空読みであります。中納言が中国では黄門だから、大臣といえば水戸黄門より高位の権力者なのにね。印籠出してへへってやれるのにね。保険証の不正利用には次のようなものがあって、1枚の保険証で何人もが使い回し、他人の保険証で受診、騙して借りた他人の保険証で借金して逃亡、同じ病気で複数病院から過剰に薬をゲットして転売などなど、その病気じゃないから処方してもらえないけどなんか気分が良くなる精神病薬が転売薬として需要があります。そういえば河野太郎、マイナカードの偽造問題に対してですね、偽造は見破れる、目視で、いや見破れないから問題になすんでしょうか、バカですかと恥かいてましたけどね。次の選挙で河野も出るんだろうけど落選しねえかな。こんな頭が悪い人物が議員で権力者ってやばいっしょ。今日の単身です。葛飾区の公園からの水道の蛇口や配管が6カ所連続で盗まれる事件発生。蛇口は真鍮なので亜鉛と銅が取れますね。で、銅が高く売れますね。電線泥棒と同じく不法滞在犯罪組織の仕業でしょうねこれね。昨日も千葉で電柱から電線が盗まれるっていう、驚く事件が起きてましたし、岸田の宝のせいで公園から水道がなくなる日も近いですね。全国で盆栽盗難相次ぐ。1箇所で260株盗まれたところも。これも電線泥棒、蛇口泥棒と同じく不法滞在犯罪組織の仕業でしょうね。不法滞在者を25万人に増やしたですね、自民党議員はこういうのの責任絶対取りませんけどね。岸田の宝のせいで日本がめちゃくちゃ、もっと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 めちゃくちゃにならないと自民議員は目覚まさないんだろうな多分な。川口の自民議員だって自分の子供が殴られてやっと目を覚ましたぐらいで、それまであのどうせ多文化共生とか綺麗事脱がしたんじゃねえのどうせ。狂ってる吉外新聞、朝日新聞がいつも以上に狂ってる社説を披露。日本にいる外国人は頑張ってるんだから出来心の犯罪は許してあげるべき。なんだそれって、外国人の皆さん、築地の朝日新聞に放火してもですね、車で突っ込んでも朝日記者を殴って強盗してもですね、許してくれるみたいですよ。頑張ってるから犯罪を許すはねえだろ。頑張ってる頑張ってないは誰がどんな基準で決めんだって話。朝日は社会を崩壊させたいのか、まあその通りなんですけどね。朝日は社会を崩壊させたいんですけどもね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。